スチャラカ社員は、1961年4月2日から1967年4月30日まで、TBS 系列局で放送されていた朝日、放送制作のコメディ番組である。小野薬品工業の一社提供。放送時間は毎週日曜12時15分から12時45分。1966年には、映画版画も制作、公開された。演出は、 沢田隆次が、脚本は、香川都市が担当した。宮間物産の大阪支店を舞台に、女性社長と支店長、無気力な中年社員に、若手社員が繰り広げる騒動を描くコード、経済成長時代のサラリーマンコメディである。舞台は、会社の一室で、公開録画で行われたゆえに、場面転換もなく、出演者の和芸のみで展開された。沢田の著書によると、 1961年頃の情報コメディは人気番組の相次ぐ終了によって低調な状態となっており、それを打破するため、香川と共に企画したのがスチャラカ社員であった。もともと ABC テレビの日曜12時代は、大ラケのびっくり取り物長以来な田がまるラケットの枠として定着していたこともあり、本番組も大ラケの続投が前提とされた。 そこで、平家が、以前出演していたラジオの人気番組、スカタン社員を、テレビ向けにリメイクするということで企画がスタートし、題名は、あっちゃらかのもっと上を行くという志から、スチャラカ社員となった。さらに、当時の人気情報コメディアンを揃えて、レギュラー出演させるとともに、レギュラー出演できないコメディアンについても、ゲストとして出演させた。また、 香川の台本の密度の濃さと沢田の厳しい演出でベテランコメディアンにも容赦なく真剣勝負を要求したがそれに出演者が応えることによって6年間も続く人気番組になった舞台が宮間物産の大阪支店とされたのは社長役の宮古町長が当時すでに東京での仕事が多くなっていて毎週出演できないことを考慮して社長不在でも 番組を展開できるようにするためと言われている。当初の計画では、宮古町長は、大らけと共演させるにはあまりに大物すぎるとして、キャスティングされていなかったが、本番組の一社提供である、小野薬品工業の専務取締役が、町長の起用を強く希望し、直々に町長をくどいて、社長役での出演を承諾させたというエピソードが、残っている。 町長の長年のパートナーであるなんという字も出演していたが、持病の糖尿病の影響でレギュラー出演できず、喫茶店のマスター役で時々出演した。また、ダイハツコメディシリーズと掛け持ちだった横山円達は芸能生活の晩年を迎えており、テレビのレギュラー出演としては、この番組が最後の舞台となった。あとの映画スター、 富士子の実質的なデビュー作であり、長戸勇や白木実の出世作でもある。白木については、裏番組の梅田花月中継に出演中は、当番組には出演できないとされたため、出演は限定的なものになっている。1966年には、小畜で、前田陽一監督により、映画化されている。同時期には、同じ香川、沢田作品、 テナモンやサンドカサの劇場版である、テナモンや東海道も公開された。参考、沢田隆二著、笑いを作る番組末期に公開収録の会場として使用された、ABC ホールセットに、多額の制作費をかけることができた、テナモンやサンドカサと打って、変わりあたり番組のセットは、場面転換なしの一杯だけ、また前日からのリハーサルなしと出演者に負担をかける、 収録であったこともあるが、1966年6月に、ABC のテレビ部門の社屋が、大阪、道島の旧大阪テレビ本社から大淀に、新築された ABC センターへ移転したのも番組に、とっての転機になった。ABC センターへの移転に合わせ、大阪、中野島の新朝日ビルディングにあった、ABC 本社、ラジオ部門、ABC ホールも集約。 これに伴い、当番組の公開録画は、サブホールと解消された ABC ホールから、新本社内の ABC ホールに移転。この影響で平日昼休みのサラリーマン客が、公開録画に来にくくなった。新たな客層として、中高年層をつかみ、裏番組の、サモン日曜おを笑い劇場に流れ出していた視聴者を、取り戻すべく、沢田は、香川に、番組で使う。 ネタの変更、すなわち、ギャグのために、脚本の中身を変えることを要求する。しかし香川は、自ら目指す喜劇のスタイルに、相反するとして降板。結果、一人しかいなかった、脚本家を失ったことで当番組は、継続不可能となり、改編期直後の1967年4月末という、異例の時期に、6年1ヶ月間の歴史の幕を下ろす、ことになった。 小畜製作で1966年8月13日に公開された。香川都市長が原作沢田隆二若井元成と監督の前田洋一がそれを脚色する形で制作された。本作では舞台となる企業名がテレビ版とは異なり宮古田物産である。番組レギュラーキャストの他に夢尻都市、木屋寺小石屋、鹿島市娘、 和解はんじけんじといった関西の漫才師に加え、藤岡博史や歌手の宮古春美も出演した。一方、横山円達や白木実は出演していない。吉本工業所属だったルーキー新一が、宮古田物産社員として出演している。ありがとうございます。